人体の体重減少のイメージこの項目では、生体における体重減少について解説する。生体、ことに人体において体重は、体水分量や体脂肪量、あるいは筋骨格系の重量などによって規定される。従って、体重減少とは、組織を構成する、これら諸成分の量が何らかの原因により減少した結果と理解される。肥満が、 社会問題になっている現代社会においては、体重減少という用語が、美容や健康増進の文脈で用いられることも多い。しかし、図らずも、体重の減少を自覚した場合、その背景に何らかの疾患が関与している、可能性もある。体重を規定する成分のうち、最も大きな割合を占めるのは水分である。体水分量は、排出や常設による変動が大きく、 1>, 1日あたり1%を超えるほどの大幅な体重減少は全て水分の欠乏によるものだとみなしてよい。とりわけ、寒流障害を伴うほどの急性脱水症の場合の体重減少は、青少年で約9%、乳児で約15%に達するという。体脂肪は水分ほど急激には変化しないが、長期的な体重の減少をもたらすほどの 体脂肪量の変動は、接触行動や代謝、内分泌系の異常を反映する証拠として、重要であり、程度が甚だしい場合は、類相と称される。例えば、ボディイメージの障害である、神経性食手不振症や、脂肪の合成能が低下する一型糖尿病は、著名な体重減少を招きやすい疾患として、代表的である。結核などの感染症、悪性腫瘍。 あるいはエイズなども体重減少の原因となる。その他、筋萎縮性即作効果症のような筋萎縮を伴う、疾患でも体重減少が認められることが知られている。AB、脱水症、メルクマニュアル18版日本語版 MSD、2007年5月、2010年11月5日、閲覧。AB 黒川清松沢裕二編、内科学。 第2半分行動2003年11月 P1144 から 1146ALS 治療ガイドライン作成小委員会 A と呼吸管理栄養管理 ALS 治療ガイドライン日本神経学会2002年2010年11月5日閲覧ありがとうございます